江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。準備できとんな。はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけは起こしてきて。またどすか。ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの。もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒。そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。おりおちゃん、もうおっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさかい、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんが甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして、出かける。はあ、お昼はどないすんの。悪いがいい、サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。ええけど、別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くてかなわんわ。そうだな。
博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう？余計なお世話だ。あっそ、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。もう一遍言ってみろ。どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれやの。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、片より実践を重視している。その使い手を探してんだ。それで町の目ぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流っつったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。それで話はしまいか。ああ、やっぱり無駄足だったな。おい待てや、ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。旦那、斉藤の旦那。
カラスか。よくここが分かったな。これでもカラスの銀次で通ってる男です。そのくらい分からねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか？いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすればこの手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かであらかた今日の道場は見たんじゃないですか？ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか？いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ねえ旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか？天然理心流は江戸の市営館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで今日に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか？これはできるし、まあいただいた前金の分だけ仕事させてもらいますから。それじゃ。
Come on! Come on!
謝りません。
そこのお前、とりあえず金出せや。道を塞ぐな。そうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけど、あなた方のはどちら様へお付けしたらええのか分からしまへん。うるせえ。俺らは勤王の志士だ。天下国家のために命がけで幕府と戦ってんだろうが。この野郎、何つったってんだ。詫び入れろや。あんたら、ええんでっか。新選組呼びます。なんだと、バーバー。もう一遍言ってみろ。はい、てめえも詫び入れて出すもん出せや。あいにく金もクズに下げる頭も持ち合わせがねえ。てめえ、クズってのは誰のこった。決まりだ、この野郎。天誅受けろや。な出会いが多くて、おかげでほんま助かりましたわ。あ、どうなんですか。ほらお客さん、これなんかよろしいね。どうぞ。見ていかんと今夜で。お得ですよ。
この前来てくれ。面倒はごめん。あれ見ろ。ありゃ新選組だ。いいか、引き返そう。お、恩師は坂本。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったのかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ。ヒット、脱奔してからどこにおったかじゃ。覚え出すな。ありゃ新選組ぜよ。やばい、逃げるがじゃ。逃げやがった。おい、捕まえろ。てめえ、見つけたで。
ぜ。うるせえ。どこ行ったんや。今日やめとくわ。うわ、いった。なんやあれは。ほんでさ、ほんま酔っ払う。よう見てかいや。さっきの兄ちゃん、ええの強くやるし、前に。おっと、たく、気ぃつけろや。何や、揉め事でもありましたん。どっぞ。おお、いいつけや。謝りもせんで。まだよろしく頼む。今日待ってて。久しぶりとちゃう。ほんまに。おっと、たく、気ぃつけろや。おお、これなんぼや思う。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ京の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは。おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる。俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然離心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだあんた。気がつかなかったかな？さっき道場にいたんだけどさ、ってまあ影に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応勤王の志士ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か。まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今京の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや、近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想当たるんだな。つれないな。それじゃあ、そうだな、まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。うん？これでも俺長州藩切っての情報通って言われててね。情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところあのカラスとかいう情報屋、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然離心流とやらの使い手を置きなら、
俺がこの郷で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、サイの河原と呼ばれるところを根城にしてる。通称サイの風呂屋。サイの風呂屋。依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより信じて裏切られた方が少しは前に進める。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に今日の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで命がけだ。少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。斉藤はじめだ。斉藤さんね。覚えとくよ。そんじゃ。長州藩の新堀か。隙があるようで隙がない。不思議な男だな。